若宮雅子は IT エヴァンジェリスト。電子掲示板、メロークラブ副会長。2017年に81歳で iPhone アプリ、ひなだを開発した世界最高齢のプログラマーである。ハンドルネームはマー、まあ、ちゃん。東京都出身。太平洋戦争開戦後に国民学校に入学し、戦争末期には計湯温泉に学童疎開した。終戦後、 10歳の時に親戚の家まで汽車で片道最大4時間をかけて初めて一人旅をして以来旅行を趣味としており40代になってからは毎年海外旅行に行っている新生中学校の授業をきっかけに英語に興味を持った東京教育大学附属高等学校卒業後三菱銀行に就職殺勘定やソロ版が苦手だったため入校当初は 仕事ができる人ではなかったとしている。しかし、機械で紙幣を数える時代になると、企画開発セクションに配属され、人事評価も変化した。男女雇用機械均等法の施行後には昇進試験を受験することができ、当時の女性としては、珍しい管理職に就任している。定年時には、銀行の関連会社の副部長にまで昇進し、定年退職した後も週3日銀行で勤務した。 定年退職後、母親の介護をするために外出が減り、それまで付き合いのあった友人らと疎遠になってしまった。ことから、パソコン通信で友人を作るためパソコンを購入した。購入後、3ヶ月かけて、パソコン通信に接続し、メロークラブに参加した。紙袋や、しおり、ブックカバーなどのデザインを、マイクロソフトエクセルの掲載機能とセルの、 塗りつぶし機能を用いて作成する Excel アートを考案し、マイクロソフトから Excel の新しい使い方であるという評価を受けた。2014年にはティドキストキオに登壇し、英語でスピーチをしている。スマートフォン用ゲームの多くは若年層向きに作られていて、シニア世代が使いやすいものではないということに着目し、2016年夏ゲームアプリの開発に着手した。 小泉勝志郎からプログラミングの教えを受けて開発したひな人形をひな団に正しく配置する iPhone 用ゲームアプリひな団は App Store にて2017年2月に配信が開始された81歳でアプリを開発した実績からワールドワイドデベロッパーズコンファレンス2017に招待されアプラシオのティム・クックからは 世界最高齢のアプリ開発者と紹介されている。さらに2018年2月の国際連合総会では高齢化社会とデジタル技術の活用をテーマに基調講演を行った。内閣府が主催した人生100年時代構想会議にも82歳の最年長メンバーとして参加した。旅行先で撮影した動画を編集して YouTube に 投稿する YouTuber としても活動している。ありがとうございます。